皆さんこんにちは、今回も新三国無双2の5武器取っていきます。2回負けました。今回は宝刀です。今回はというか今回はもうなんやけど、めっちゃくちゃ弱い。マジで話ならどうしようかな。あーしんど、どうしようか。巨蝶の攻撃力が高すぎて、もうほんと一発ぐらいで死ぬんやって、2、3発ぐらい食らったら。でももうこれしかないもんね。勝ったんやろ。泣きそう。真空書はもういいけん。真空書。いやー、投降鎧がいるかな。いらん気がするな。ちょっと体力上げてみようか。あーしんど、疲れた。まず宝刀の攻撃は当たらない。あーごめん、条件やね。条件は家計を成功させた後に巨蝶倒して、巨蝶倒したら加工豚が援軍で来るんで、加工豚倒すと木箱なんやけど、くそ、まずこいつの、あーくそ、まず宝刀の、ごめんイライラしてるのめちゃくちゃ。まず、宝刀の攻撃が当たらない。範囲が狭すぎて。もう、まずそこが大前提であって。で、頼みの綱の 無双乱舞も、もうなんか、隙が多すぎてさ、撃った後にさ、ガードとかされとったらもう 100% 攻撃されるんよ。によって、こんな感じで。こうなるやん。で、当たったとしても、最後にこうやって落ちるけんさ、跳ね上がってくるんよ、こいつら。でも周りに囲まれて終わりっていう最悪、もう最悪無双ラムです。マジで弱いわ。こう最後にさ、なんでこの最後にこう跳ね飛ばさんわけ。それが一番意味やから。最後に落ちてくるんよ真下に。やばい、ミスった。まずいぞ。頼む頼む。お、あーくそー。ねえ、なんか宝刀って防御力がえらい低いんか知らんけど、普通にガードブレイクされる。まあ強敵つけてなくてもガードブレイクされる。よし、これであと花公園。花公園がね、花公園もこれまた強いんよ。ガードしやがった。いやー、申し訳ありません。負けんなよお前らも。そうそう、最後はそうしてくれんと。あ、羽飛ばさん時もあるんや。あいが早かった早かった。あいがまたやっちまった。くそ、あ、当たった。倒せ倒せ、まだか。郊外は作戦を開始せよ。よし、よしよしよし、ちょっと早いぞ、いつもより早い。で
これでですね、もう一丁、利点と、誰だったっけ、ウキンかなんかの方を守らないかんねんけど、学神か。誰やったっけ、忘れた。めっちゃ強い。やっぱ、長領と巨長がね、ちょっと異次元すぎるね。もう、ほんと、レベルが違う強さですね。こういう時に観念にもっと働いてほしいんやけど、せっかくええもん持っとんやけん。おーい、マジか。当たらんのよな。当たらんのよな。いかん、もう弱い、弱すぎて。どうすんのよ、こっから。倒せ。やっぱこれ一撃目やな。一撃目が一番やっぱたまるけん、横に攻撃するけん、位置で止めるか攻撃。これ全部使用する気いかんのかな。こういう感じで、これか、この戦法か。冒頭はダメ、ボス相手じゃダメよ。武将相手はきついよ。そんなの分かりきっとるやろ。ああ、もうお前本当に腹立つ、クソ脈が。そそつぶやく。ちょっと待って。何やってんねん。早く来い。危なっ。よし、やったぞ。ここまでは OK、 ここまでは OK なんよ。こっからよ、こっからが問題。マジでこっからが問題。あの長領とかあそこら辺がやばすぎて、マジでボッコボコにされる。そーっと抜けていこう、そーっと。おーい、あー、溜まってない。
牽制行こう。よし、これで巨鳥倒す。曹操は今にも撤退を始める。で、なんで兵長を倒したの？お前らは逃げんのぞって言うんよ。お前らのボス倒したぞ。兵がどっか用かも。おるな。で、あんまり倒しすぎるとこの先の長領に響くけん、適度に適度に。こいつ俺は、あ、やけやけやけ、溜まってない溜まってない、うわ溜まってない溜まってない。あぶねー。よし、長領さん、こっちですよ。危ない。いやー、ちょっと待って、弓兵がおるな。あれ、弓兵全部潰したと思ったんやけど、あそこか。普通におるわ。おーい、負けたんちゃう。お前こそ万夫不当の豪傑よ。きついでやんすね、きついでやんすね、めちゃくちゃきついですね。どうしましょう。あー、いか、見え、当たってないし。くっす。よし、弓兵はとりあえず片付けたか。当たるなあ、当たるなあ、うまいなあ、予測がうまいわ。行けるときに行っとけ。いやー、やばい。うう、あー回復される。もう、あー、さあなんでマックスやねん、ほんで。あー、クソ腹立つ。じゃないんよ。あとちょっとやったのに。あー、いか、本当にひどい。
こいつマジで弱いわ。使えなさすぎる。よし。ああ弱い弱い、イライラする。見るだけでイライラする。弱すぎてもう全然勝てんやん。こんな、これでどうするの？強調倒すの？そう、さっきはねここで負けたんですよ。ここで負けた、残念なことに。なんとかなんとかなってくれ、頼む。おーい、当たってないか。うわー、巨長がやばい。なんでこのこのなんなん、この無双乱舞じゃないわ。この丸ボタン効かんの。本当出したいときに全然出てくれんねん。あーやばい、回復される。くそー、各倒したね。いける、いけるぞ、いける、いける、オッケー、よし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 、オッケー、第2段階クリア、オッケー、これはオッケー。やばいやろ、この距離で当たらんって終わっとると思うんやけど。そう、これで援軍の加工トンが来るらしいの。ここが問題なの、ここが問題。援軍がどこに来るかは知らん。弱いの。え、来るよね。え、援軍来るよね。あ、来た来た。え、あ、そっち？そっちっすか。やばいな、曹操が近くに降りすぎるな、あれ、ホートンの。一人でなんとかしろ。お前杖が一人でなんとかしよんの。お前がなんとかせんでどうするんじゃ。曹操は無視。コートン。あー、もうお前らに攻撃されるのがもうほんと腐るほど腹立つ。やばい、来るぞ。やば、やば、いやー怖っ。
恐ろしい。あーガードされた。おい、なんか来たな。カコウドンか。いやーもうほんと雑魚の範囲が広い。えぐい、えぐいて。いやーたまらんのか。うわあぶねえ。あぶな、あぶな、あぶな。オッケー、倒した、倒したけど、ちょっと待ってよ、ここ集中ぞ、ここ集中ぞ。私たちも頑張りましょう。あぶない、あぶない、オッケー、これで出るはず。これで貴重品が出るはずなんだけど、来たね、右下。あ、ちょうどええやん、ちょうどええやん。よし、取りに行こう。オッケー、いい、ちょうどいい、ちょうどいい。長いなこのステージ。しんど。いや、ちょうどいいよ、すごいちょうどいい。これで右下占拠して、制圧して、もうみんなでそうそうぶっ倒しに行こう。いいじゃない。ちょっと待って、どこやったっけ、あの拠点か、右の拠点のところ。頑張れ、死ぬなよ、死ぬんじゃねえぞ。いやー大変ですね、本当に本当に大変。びっくりした、こんなに難しいと思わんかった。でね、もうこの赤壁の戦いの何が嫌って、これ明るいんよ、赤いんよ画面が。もうめちゃくちゃ見にくい、誰が誰に今当たっとんかもわからんし、超わかりにくいっていうのがすげえ嫌。ちょこちょこ上やね。その前にさっき貴重品取ろう。どこや、あれか、これかな。あ、ゲットウェポン取った。取ったね、よし、オッケー、行くぞ行くぞ。あれ、ボスどこ行った。ダメじゃない。あの者も遅れを取るな。危ない。よし、まずソウエイ倒して、みんなで仲良くジョコを倒しに行こう。うるれ、よし、な、なんや、なんや、誰もおらんぞ。おい、誰もおらんぞ。謎の敵キャラがマップ上に表示されている。うわっ、あー、ちょっとミスったかも。
当たった。ナトリな。うわー、怖っ。あい、あい、いらっしゃい。近い近い。噂にただまぬ有目ですね。当たってない。いやー、ちょっともう、なんでな。え、なんでこんなにおるわけ。弓兵どっからで湧いてきよん。やばいなー、ピーン。よし、文州倒した。あと上皇や。オッケー、素晴らしい。倒したやろ。オッケー、よっしゃ。うわー、よかったー、倒せたー。よし、よし、キャッ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 、あとちょっとや。あとソースを倒して終わろう。もうやめよう、疲れた、しんどすぎる。馬が欲しいな、やっぱりこういう時は馬欲しいよね。ほうとうは弱いことが分かりました。普通難易度とかやったら強いんやけど、やっぱり最強難易度になると杖はゴミと。まあでも逆に言えば、この無双乱舞があったからこそここまで食い下がれてるわけやけどね。これがね、諸葛亮とかやったらもう終わっとるよ、絶対無理。あれはまだ千人撃破とかっていうのやけん、まだこう曲のさ、曹操だけ倒したらいいやん。まあ多分全員倒さん、武将倒さんと多分あの一人になるんで、多分相当しんどいんやと思うけど、これがしんどいよね。ちょっと雑魚敵を倒せるだけ倒せればいい気がする。気持ちいい、こうなると気持ちいい。いかん、当たらん、当たらんぞ。なんでお前がヤバなっとん。意味わからん。あなたがヤバくなる意味がわからない。よし、そうそういけるか。
配下武将もしっかり倒しとこう。いやー遅かった。はい、オッケー。やば。倒せるか。倒した。オッケー。よし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 。よっしゃ行くぞ。あとはお前だけや。めっちゃ配下武将おる。おーい。あ、やばい、ガードされる。あ、オッケー。いけるいける、倒せるよ、頑張ろう。跳ね飛ばして。あー怖い。いや、やば。当たってないんちゃう？マジで。おい。マジで。よしよし、チョコ食べよう。いただきます。あー、ストレスやば。ハゲる。ストレスでハゲちまう。よかった。取れてなかったらおもろいね。ごぶっこれで発狂するわ。原料、あ、これね、狂雷神行。無双ゲージ80、防御56、地味防御50、無双増加。あー、無双増加あるんや。強雷って書いてるけど雷やね。よかった。さあ、ちょっと長くなりましたが、ほうとうの五武器動画取得動画ね、終わります。使いました、ありがとうございました。職軍はとりあえず終わりね。次義軍やっていくんですけどあいつがおるんよ、義軍には。嫌なやつがおるんで、ちょっと気合入れてやっていきます。ありがとうございました。おやすみなさい。